ンジェルスのキャンプ、記者が50人から3人に大谷翔平のいないチームへの期待は低い。エンジェルスは2月14日に春季キャンプをスタートさせた。チーム専門メディアハロズプデイは翔平大谷のいないスプリングトレーニング。エンジェルスはページをめくろうとしていると報じた。ベイアリゾナ州で行われているエンジェルスのキャンプには、2017年以来、7年ぶりに大谷翔平の姿がない。その影響は明らかで、同メディアはこれまで50人いた記者が3人しかいなかった。大谷のいないエンジェルスへの期待は低い、と記しながらも、チームは新しいことを始める準備をしているとキャンプの様子を伝えた。オホッピー捕手はトレーニングができて嬉しい。私たちはみんな、全力で取り組んでいるよと語った。サンドバル投手は、この1ヶ月で、たくさんの選手がやってきた。雰囲気はいいね。みんな働く準備ができているとコメント。続けて、今年はキャンプを見守る人たちの様子が、何らかの理由で少し違っているように思うなと、大谷の対談によるメディアの注目度の低下にも触れた。キングオブザコチームにふさわしい。エンジェルスの日本人ファン0人説。ほとんどが日本人記者だったから元に戻っただけ。なおエのニュースが見られなくなるのは寂しいな。もともとエンジェルスの番記者なんてそんなもんだろ。ほとんど日本人記者だとバレたなわら。大谷がいても勝てないからもともと期待度は低かったけどなわら。トラウトのおらんのか。スーパースターレンドーンがいるやん。トラウトだけじゃな。集中して練習できていいかもしれないね。成績良くなったりして。トラウトもピークはとっくに過ぎてるし今年は何試合出るつもりなのかな。そりゃそうだろ。大谷すごい。できればどこでもええわ。大谷がいても試合はガラガラだったやん。日本人記者移動わら。消えた半分はアメリカのメディアだぞ。大谷がいかにスターなのかがわかる事例だね。記者よりも広告の減少が厳しそうだな。エンジェルスも注目してたが大谷の抜けた後の17番のユニオマイナーな選手に来させたと聞いてそれでなんかしらけちゃった。